うな犬対決しようと思います。おお、はつきしかしない。完璧じゃん、236。これややるな。はい、勝利。うえ、どうも、懲罰モンキーです。今日はですね、毎度のことながらボートレース平和島に来てます。今日はね、バラエティ会ということで、このいつものカメラマンさんとうな犬対決しようと思います。おお、指定対決になりますけど、それでも勝つ気しかしない。ああ、そうっすよね。まあ2人とも軍資金2万円ずつで船券対決、まあ自由にやってはいくんですけど、ちょっとね、面白い要素を入れようかなと思って、サイコロを3つ振って、お互いですね、出た目のボックスを12レース分全部買う。なるほど。だから7200円プラス2万円、2万7200円で勝負です。それ面白そうですね。そうで、そのボックスの解明は、もう一人今協力してくれる子が来てくれてるんで、その子にもう解明僕ら見ずに買ってきてもらって、最後に開封。どういう結果になれと最後の最後で大逆転があるか。ありますってことです。そうなんです。負けた方は飲み会おごりです。おお、負けがおごりです。負けがおごりです。あ、だから勝てば船券での収支もプラス、飲み会もおごってもらえるという。ちょっと負けたら散々です。負けたら散々ですね。まあ弟子にね、負けるわけにはいかないんで、しっかり勝っていこうと思って。ちなみに一応僕弟子なんですけど、はい、なんか師匠としてなんかちょっとハンデをつけてやろうとかはないんですか？それはね、ないです。ないんだ。はい、僕は居酒屋をおごってほしいんで1年以上こうやってチャンネル一緒にやってきてるんで、船権力は2人とも変わんないんでね、あえて弟子が言う出目の逆を張ったりしようかなとは思ってます。それ負けた時の言い訳ですか？いや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 、じゃあそういう感じで今日はね、一日バトルということで、今日は平和島の G1 ね、東京ベイカップなんで、全レース面白いレース見れると思うんで、やっていきましょう。ですか？よし、じゃあ行こう。よし。はい、じゃあ早速サイコロ振っていきますんで、いや、リリカちゃんお願いします。運命のサイコロです。よし、これ我々は見ちゃいけないんですよね。そう、僕ら見ちゃいけないんで。いいっすか？助けに懲罰さんからどうぞ。わかりました。同じ目ないっすか？頼む、僕は1号艇を絡めてほしい。来い。最終レース終わったら開封していきますんで、こっからはね、最初言ってた通り2万円ずつ、最低3000円で一旦勝負ということで、やっていこう。はい、じゃあ2人のサイコロ買ってきました。こっちがですね、懲罰さんのサイコロです。まあ、12レース分すべて同じボックスです。こっちがカメラマンさんのサイコロです。今日どうなるか楽しみです。はい、じゃあ1レース早速帰ってきました。はい、1号艇金子選手の逃げ率 82%、2号艇鶴本選手の逃がし率が 56% の番組になってます。で、6号艇の中岡選手、いつも通り前付け動いてきて3コースまで来てるんで、3号艇の椎名選手が4稼働ですね、になってます。で、本番も変わらずですね。はい、僕は2号艇鶴本選手の差し切りと、3号艇椎名選手が攻めての、原田選手のまくり差し展開、4-1-3-0と2-1-4-0で勝負します。そうですね、僕は、はい、1位の逃げと、はい、あと椎名選手が4角からのまくりっていう2通りの買い方ですね。逃げの場合が1-2-4-5の前で、ここ注目が、5号艇、まあ、6コースから入るんですけど、結構昨日も平和島が6コースからの2着残りは結構多かったんで、ちょっと2着は5号艇まで抑えてますって感じですね。であと3のまくりからが、3-4-0と3-0-4、ちょっと展示見てて、やっぱり原田選手がめちゃめちゃ良かったんで、3がまくった時の原田選手のまくり出しが、まあ、2着まで届いてっていう風な感じで、まあ、ちょっと4号艇を軸に3まくりを買ってるって感じですね。なるほど、まあ、2人とも椎名選手の攻めは期待ということで、うん、そうですね。平和島1列いけ。いや、これ結構ダッシュ勢いってるな。いけ。インコースからは1号艇の金子、そして3号艇の椎名、4号艇やれる。4入る。入れ。1号艇鶴本神谷、後ろについて5号艇中野、向上点に入る。ジロちゃん、ジロちゃんない、ジロちゃんない、ジロちゃんない。締めろ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 。いやー、差し返せる差し返せる差し返せる。いや、届いてる。差し返せるよ。いやー、切られた。いやー。
か入んない。第1レース予選競争まもなくゴールインです。先頭5番中野ゴールイン、2番鶴本ゴールイン、4番原田ゴールイン。満州出発だ。俺多分サイコロで2,4,5を取ってるんで、僕もサイコロ2,4,5な気がするんですよね。これは取ってます。そう、外れ。次踊った？は？え？やばい、マジか。ちゃっかり買ってちゃんと、マンション当ててしまいましたので換金します。ここかな。でかいっすね。はい、じゃあ2レースも買ってきました。1号艇平高選手逃げ率 54%、 2号艇浜根谷選手の逃がし率 52% の番組です。で、ここ1号艇平高選手隠れ F2 っていうことでスタートいけないっていう展開から2のまくり、236の356と2がまくってからの3号艇矢野選手のまくり出し3256256で勝負します。僕はあの4頭と5頭でもう絞ってあったんで、4の236、2356と、あとこっちの方が多いんですけど、5の2346の前。ちょっと雑じゃないですか。いや雑じゃないです。いやこれは来ます。4と5さすがに23でしょ。これはいけ。ほら、ケンゴさん行ってる。スタートしました。まくれまくれ。さすがこれ。いや入れ。あーえ、ほら来た。4じゃんか。4236。1がいらん。いやでも36来てる。完璧じゃん。236来てる。これよ、お前やるな。これよ、ほら見ろ46。もう完璧じゃん。もう何が来てもいい。もう勝ち。いやうまっ。どこが高いの？もう分かんないです。分かんないけどもどれが来ても取った。三周第一ターンマークを旋回して最後のバックスイッチに入りました。いけ。ちょっとキャビラン。安全にね。安全にキャビってほしい。あくまで安全に。うわ、俺これ多分サイコロで246のボックスになってるはず。ありがとう。ナイス。426一周。なんか嬉しそうですね。いやさっきね、始まる前に適当じゃないみたいな言ってる人いました。いや、え、完璧な回。誰にボート習ったんすか。師匠。じゃあ2レース、カメラマンさんの的中だ。おお、まずまず。うん、まあね、この1枚ぐらいは誰でも買えますからね、これは。まあまあ1枚、ね、よし、幸先いいスタートですよ。はい、じゃあ3レース、カメラマンさんは剣。ここは剣です。じゃあ僕が当てます。どうぞ当ててください。悔しいんで。ここはね、まあ、6号艇の森高選手2コースまで前付け来てるレースで、1号艇の末永選手の逃げ率は 67%、 6号艇の森高選手逃がし率が 53% の番組になってます。4号艇に山田哲也選手入ってて、まあ、山田哲也選手といえばね、スタート力自慢の選手なんで、4号艇山田選手のまくりからの今日の水面特徴上ね、流れちゃうんでターンが。5号艇の長野選手のまくり差しですね。514と52364。1号艇逃げた時の最打ち差しでの長野選手15まで待ってます。もう結構本気の予想してきました。いやいや、もうこれオッズいいとこ買っただけなんで、10万をね手に入れて価値を確定させようと思います。うわ、3-4攻めるで。これ1号艇末永9で、外にいる2号艇入らない。
6来た。6先頭6番森高ゴールイン、4番山田3番大峰ゴールイン。外れ、次次次次次4レースですね。1号艇那須選手、逃げ率 56%、 2号艇、長田選手逃がし率が 60%、 今日相当差し水面ですね、めちゃめちゃ差し水面ですね、追い風かつ干潮から満潮に向かっての、まあ、めちゃめちゃ流れますね、流れですね。まあ、振りに行ったら何かあったんですか。僕はですね、ここは原田選手、幸也選手がめちゃめちゃいいなと思ったんですよ、なんでそこを軸にして、かつなんやかんやここで逃げが来るんじゃないかなっていう気がして、ほうほうほう、かつ逃げが結構うまいんですよね、ほうほうほう。なんで僕はもうシンプルに1前6、1六前各200円、あとはちょっと2、4も怖いなっていうところと、まあ、6いいなっていうところで、まあ、差し水面考えた時に2、4、6ボックスを押さえてます。ボックス珍しいですね。あんまり買わないんですけど、ちょっと考え的には似てたんですけど、僕も1号艇の那須選手なんか逃げれそうな感じ、その3号艇上条選手足伸びはいいけどまくっていっても届かないだろうっていうふうに思うので、かつ3が攻めての5のまくり差しで1の25の2456、ここ本戦ですね、5のまくり差し入っての5 1 2 4 6 1 2 4 6、3切ってます。で、まあ、最後にちょっと抑えで、2号艇の長田選手が、上条選手を抑えていってスタート決めてのまくり我慢しての差しで25の146、ここまで抑えました。長田選手3号艇しっかり止めて、あ、結構いってない、いや、2が止める、止めれる、5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 
先頭1号艇出す岩田。あ、外気をつけて、松山選手。ゴー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 
3マーク。いやまだいける、まだいけるよ。平和島ならあと2回、あと2回ある。頼む、1、2、6で来てほしい。5で来てほしい。5はない。5はある。池田選手お願い。池田選手波はめて、3番手の上がってきたんじゃない。いやお願い、一定審査。松山選手外出そう、外出して外。池田選手お願い、頼む頼む頼む。いいよ、お尻でケアして。松山選手入れ。よし、あよし、うわ。先頭1番ナスゴールイン、2着2番お皿、3着6番原田ゴールイン。やっぱ雪谷選手だ。やっぱね、懲罰モンキーは始まって以来長田選手には助けられるんですよ。このハイ勝利っていうのを、あの僕らの掛け声になってる。あ、そうですね、はい、了解です。126はい、勝利。よし、じゃあやっぱボートって楽しいですもんね、こうやって。うん、よし、次行こう。4レース、4レースやるじゃないですか。うまいっすね、これ2枚持ってるんで。ノー、よしよしよし。まあね、さすがに 1,2 は取らないとね。2枚です。あ、まあ、一緒っすね。9000円。はい、はい、まあご調子ですね、はい。やっぱボートレースって楽しいですね。もうね、勝ち負けじゃないんですよね、やっぱ、うん、楽しんだ方が勝ちですね。そうですね。ということで、楽しんで5レースですね。1号艇に大池選手逃げ率が 81% で、2号艇高田選手逃がし率が 52% で、注目すべきは高田選手のまくり率 31.6% あります。
まあね、女子戦も含めてのこの数字なんで、ただ1戦級でもね、2日目かな、5コースから豪快にまくりも決めてて、伸びも、テンチタイムしっかりついてたんで、高田選手のまくりから2332の145、3号艇のまくり差しで、1と2が喧嘩した時の3の45の145で勝負します。僕はですね、結構4号艇5号艇のまくり差しがどっちか決まるんじゃないかなっていう予想かつ、結構僕は佐藤翼選手のまくり差し、まあ半回り的にすごいまくり差しが決まりやすそうな雰囲気に見えたんで、まあ、ちょっとそこ両方抑える形で4554の前と2、3着折り返しで4554、あとは何やかんや逃げも全然あり得るなっていうところで、その場合2号艇のヒカルさんが飛ぶかなと思うので、1の差し子差し子を300円ずつ持ってます。まあどっちかは当たるでしょう。今のところ僕の方がちょっと勝ってるって感じですよね。師匠を先行する形で、ちょっとすいません。いやいや、やっぱハンデ必要だと思うんで。あ、これハンデだったんですね、うん、あ、なるほど。じゃあありがたくもらったけど、まあ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 、いけ3対3の枠代、高田選手、お腰はちょっと重いけど、いやこれまくれる。4番、5番、6番、スタートしました。2コースは2号艇の大池、コースは2号艇の高田、1番手の高田、あー、まくれない。あー、それ流れた。うおー、うわー、24、え、3、4、5、3、4、5か、うまいな。いや、多分大丈夫。あ、でも内から6来てんのか、ちょっときつくないか。あ、いける。え、 6? いや、うん、3いけるいける。いやー、ただ内からと熊選手、西山選手の位置が結構いいけん、これ多分大丈夫な。あー、うまい、徳松選手うまい。いや、いけるいけるいける、この位置だったら絶対させる、大丈夫。弟子よ、大丈夫だ、これは。あ、詰まった。いやー、うわー、マジか。徳松選手が外切り替えた瞬間、内に取れれば。全速いけ。あー、予想第5レースはゴールインです。先頭1番大池ゴールイン、5番佐藤ゴールイン、6番徳松ゴールイン。まあでも合ってたな、読みは。いや、読み合ってますね、うん、外れ。次、6レースですね。ここ1号艇に村松選手、逃げ率 52%、 2号艇宮地選手、逃がし率が 70%、宮地選手差し率が 23% とめっちゃ高いです。追い風かつ、追い潮というところで1マークまくっていった手が結構流れてしまうんで、2号艇の差しかつ4号艇金子選手が、人気はないんですけど、平和島の過去10走ですね、まあ一般戦ももちろん含めではあるんですが、オール3連隊というところで244に差し差しですねの前で2、3着折り返しと、2号艇のね、宮地選手がスタートも決まってて、村松選手が若干お腰も不安なとこあるんで、宮地選手のまくりから3-2の前、ここ抑えで出ます。まあ、5頭っすね。5のまくりですね、はい、5-2-4-6の前。あと僕一応逃げも抑えたくて、1-4-5の前、156が結構一番来るんじゃないかと予想して、156が、プラス200円してるんで合計400円分も4枚持ってます。ほうほうほう、この買い目で6レース勝負します。なんか気合入ってんな。いけ。いや、ウリュウ選手いける？めっちゃいいかも、ウリュウ。これやっぱめちゃめちゃ。いや、いいな。よよ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 よ。マジか、いいじゃん。うわー、かからない。一応あるんじゃない？そう、一応ある。よし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 。一応流してる。流してます。おお、これ大丈夫です、うん、これは大丈夫。流してるんだったら大丈夫。いや、何枚も2枚。おお、
これ結構高いよ。で、6が来るでしょ、うん、これは6ですね。もう読み通り、読み通りなの。1、5、6じゃない。あ、でも2が宮地選手。5のまくり出しが届かなかった場合の4の差しなんですよ。なんで2着4号なんですよ。え、4のとこ回して大丈夫？3、3だな。どれが上手い？3に変わってる。どれが上手いんだ？高くなってる。よし、いけるっしょこれは。うん、大丈夫。よし、強いね。一応さ、的中。おめでとうございます。でも俺多分ね、サイコロで143は持ってると思うんで、これでサイコロの方は俺プラテンですね。よし、次。じゃあ6です。いやー、この14はうめえよな。これ結構つきましたもんね。しかも2枚持ってるんで。うお、おお、はい。じゃあカメラマンさん、なんかごちそうさまです。いいいい、毎度恒例ね、平和島のペラ丼で行こうかなと。いただきます。チャーシューがね、なんかもういいっすよね。テカってるのがいいっすよ。いや、うまい。やっぱ九州人チャーシュー好きっすもんね、うん、うまいです。うん、後半戦も頑張りましょう。8レースですね。1号艇永井選手の逃げ率 85%、 2号艇辻選手の逃がし率 50% の番組です。まあ、多分どうせ長和さんは逃げから勝ってんだろうなと思って。おお、なるほど。僕はですね、はい、まず1つ目が3頭、3の246の前、ほうほうほう、4頭、うん、4の136の前、以上です。なるほど、逃げは変わらない3、4ですね。さすがっすね。僕1の逃げから16に刺し、1に刺し6折り返し。5号艇に椎名選手入ってるんですよね、はい、攻撃力に、ね、期待して 6-1-2-0 6-0-1-2 で、4号艇の鈴木選手が、攻めていってもう打ち潰しちゃった時の一応 6-4-5-5-4 だけ、これで。なるほど。4いってる。いや、もうちょっと、いやー、上条選手、いや、そう、まくり出せ。66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 6
上がっていきまして番号を先制しました。66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 
いやー、3はない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 って。6、辻選手、頼む。いやー、3が残ったらもう1、2しかない。頼む、内から伸ばせ、内から伸ばせ。4号やり合い。いや、ワンチャン1来そう。4号やり合い、やり合い。逃がちゃま。あー、無理だ。これは無理だ。5号艇椎名、6番、3番、5番で間もなく第8レースはゴール。先頭6番上条ゴールイン、3番山下、5番椎名ゴールイン。こんだけ6頭読んでて、なんで3だけ。マジか。360倍だ。そしてですね、カメラマンさん、軍資金が底をつきまして、今5000円入れてました。はい、ちょっとお金貸してください。一旦敗北ということでいいですか。敗北というか、やっぱこう投資はしてこそだと思うんですね。なるほど。1万円あればまあね、逆転できるんで。いいんですね、僕に1万円借りて。あ、もう全然、はい、プライドはないです。はい、大丈夫です。なんか昔もこういうことありましたよね、僕に1万円借りるって。ありましたね。ちなみに過去の分まだ返してもらってないんですけど。いや、返しましたよ。返しましたよ。酔ってて覚えてないんですよ。いや、それを任されてるな、これは。まあ、分かりました。はい、じゃあ、はい、1万円ありがとうございます。これ以上はないです、ね、そうですね、もう、はい、まあ、勝つんで、はい、はい、じゃあどうぞ。ありがとうございます。じゃあこれで勝負。
級レースですね。1号艇山崎郡選手の逃げ率が 78%、 2号艇村上選手の逃がし率が 28% です。僕の本戦というかあれは16前と1前6。ほう、馬場選手、僕の理解が正しければこれで4着以内に入ったら予選1位通過みたいな、うんうん、今のところね、そうですね、感じなんで、もう確実に3着以内ぐらい目指してくるんじゃないかっていうところと、まあ、直近今日6がめちゃめちゃ入ってるんで、うん、まあ、イン逃げだったらここかなっていうのを各300円ずつ再打ち出してね持ってます。であとは、4号艇、まあ、3コースからの原田幸也選手が、うん、1着で勝ってるのがこれですね、これも6を絡めて4前6、4・6前、ほうほう、以上です。じゃあここ進入がね、原田選手1個打ち入って1、2、4、ダッシュ3、5、6でした。展示ではまず僕5号艇の大峰選手のまくり差しからの5前3と5、3前、あと3号艇磯部選手の、差しからの3、1、2、5前待ってます。最後にね、ちょっと締め切り前ギリギリにブラックモンキーに連絡取ったらですね、まあ、さっきの6頭外し見事っていうことでお褒めの言葉いただいて9レースね予想いただきました。平和島こんだけ荒れてる日で激しぼくな点1、2、4、2、3、4。さすがブラックモンキー分かってますね。これスタイルが3対3と分かれました。ナイトレース予選競争進入地から1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。いや、グンいってんじゃない。3コースからは3号艇磯部、2コースは2号艇磯部、一周1番磯部選手、あ、外張られたな、かっこいいだろう。よし、6戻ってこい。4入った。6、最初来い。6ならある。よし。あ、よし来た。お、6だ。持ってるんですか。持ってます。あ、4、6前、4前、6持ってるのか。6が3着以内守ればもう勝ちです。いや、これは守れるでしょう。よし、やっぱ今日は幸也選手なんだよ。2号艇いらんことしたな。よしよしよし、うまいうまい、さすが。いや、これはもう決まったっすよ。146だったら300円。ほうほうほう。最後直線コースに戻ってきました。まあ、ちょっと安いかもな、4、1だと。さすがカメラマンさん、やりますね。1番山崎ゴールイン、6番ババゴールイン、4、1、6的中。まあ1枚しかないですね、まあ、ここは別に抑えだったんで。ああ、なるほど。まあほぼもう予想してるやつら全部来てます。まああれですね、あの展開向きましたね、うん、6は。じゃあ9レース、ちょっと少ないですけど、これで4的中目ですね。半分以上出てます。まあ、こういうところをね、ちゃんと押さえておくのが的中です。10レースね、1号艇の寺田選手逃げ率 58%、 2号艇の村松修司選手の逃がし率が 62% です。まあね、これは非常に簡単でしたね。展示の感じ見てもらえば分かると思うんですけど、徳松選手結構人気してるんですよ、3号艇の。ただ、まあ、徳松選手は来ないですね、これ確実に。来たら、うん、何でもしますよ、僕。まあ、足の一番良かった、4号艇末永選手の、まあ、まくり、またはまくり差しで、2号艇の村松選手が、2コースからでも握るタイプなんで、3号艇の行き場所は絶対になくなりますということで、14-256と1-245-6、一応抑えで1-64で、4号艇の末永選手まくり差し入った時に4-125-125、これで勝負します。まあ、逃げからで、はいはいはい、またあの前に行きまして1-45-前、あとは5頭数5-146-前、ほう、あと1-45をちょろっとだけ抑えで3-1-4-5。なるほど、なんか堅実ですね、金額が。いや、残り2レースで一気に飛ぼうかなと思ってるんで、まだまだ僕としては全然準備運動ですね。ここまでは10レースまでで結構まずは感覚を合わせようかなと。ああ、なるほどね。まあ、俺もね、今日これは誰も予想できないだろうっていう1着を当てるっていうところね、を目標にしてたんで、まあ、あの誰も予想できないね、6頭当たってたんでね、今日僕も合ってきてますね。そういうのは最初に言ってもらっていいですか。ああ、あの後からじゃあどうとでもいい。まあ確かにそうですよね。
コレスラーここ勝利を挙げてポイントは6点ちょうどになります。うわ、だいぶ4いってない？新入地から1番、2番、3番、4番、5番、6番、いや、揃った。しました。あまり差のないスイートになりました。はい、清永選手、刺してスイート。コース1号艇の寺田、1番の寺田が逃げていって2コース2番、はい、4、内側からは4番、清永バックセンチへ入りました。外からは5番の浜田も追走していきますが、バックの中盤で、あ、頭なってない？内側からは4号艇の清永、一停止リードを取ってスイートが通過、スタート前提正常でした。4号艇の末永がトップで運んで後ろ、2番手はそこ2号艇の村松、後ろ作って後方に運んでます。4号にある、ここは2点審査。お願い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 、2号艇の村松が並んでいます。これはいけるで。いや、2号ちょっと競り合わないで。ある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 。え、しかも多分2号の方が高い。うん、浜根谷選手、地元6、内から来とるけんね、外回して安全に。オッケー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 、これ決まったろ。いや、浜根谷選手、あと1周頑張って、しっかり回って。いや、そこ打ちついて大丈夫？浜根谷選手、内から来てない？大丈夫？いや、大丈夫やろこれ。これは、これ相当つくんちゃうか。え、最後浜根谷選手、え、2枚持ってます。さすが浜根谷健吾。2番の村松、5番浜根谷ゴールイン。おりゃやりました。4双子18,310円的中。はい、勝利ありがとうございます。まあね、そろそろハンデいらねえかなっていう感じなんで。なるほど。まあ懲罰ですねこれが。はい、じゃあ4双子久しぶりに動画で満州やる気がする。とうとう来ましたね。はい、おお、でかい。でかっ。やりました。よかった。ちょっと1万円返してもろてもいいですか？確かに、本当にありがとうございます。まあね、借りて返さないわけがないですからね。次、公式 LINE では毎日弾ける豪徳寺もやっていて、懲罰モンキーの激アツ予想を毎日更新していますので、ぜひ今のうちに友達登録しておいてください。はい、じゃあ第11レース、あと2個っすね。さっきのでなんかほぼ差はないっすよ、ね、そうっす、今トントンぐらいっすね、うん、ここ11レース、1号艇西山選手逃げ率 65%、 2号艇の遠藤選手の逃がし率が 43% の番組です。結構遠藤恵美選手の差しが決まるんじゃないかっていう予想からの2の1号6の前はいはいはい、あとは5号艇ですね、はい、まくり出しからの5、1、2、6の前。おお、以上です。ちょっとほぼ一緒でビビりました。え、マジですか？まず遠藤選手の動きが良かった、かつまあ内からスタート揃った時のパターンで1、2、1、2、5、1、2、5、6の8点、5号艇のまくり出しからの5、2、6の前と2、3着折り返しですね、5、1、3、4の2、6。いけ、遠藤選手スタイルが3対3です。5いってない？5番、6番、あ、でも行き切るぐらいではないか。なんか1、2で決まりそうな雰囲気が。1、2、3か、ここで。マジか。それなら5、6。いや、6まだある。6まだある。ある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 。あ、でも外から3か。やばい。もうこの2周1マークで終わっちゃう。ここだ、ババ選手かけろ。え、3になってね。うわ、1-3になってる。うわー、ちょっとアクシデントがなかったらわからないんだけど。2号艇遠藤恵美、第11レース予選競争体制は1-3-2でゴールです。先頭1番西山ゴールイン、2着は3番の斉藤ゴールイン、3着2番遠藤ゴールイン。ブラックモンキーだったんです。ブラックモンキー、さすがだな。怪我はなさそうに見えるんでよかったなんて。外れ、次。は
はい、ここ最後12レース1号艇瓜生選手の逃げ率が、70.8%、 2号艇佐藤選手逃げ率 70%、 逃がし率 57% です。3頭の美味しいところで3、4、5、6、5、6、あと5頭の5、2、6の前と4頭の4、1、5、6の前で、懲罰は、1、2、5、6ボックスです。よし、最後行こう。行け。揃った。いや揃ったか。逃げそうだな。いや、まくり差し警戒して晴れ。おお、結構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 、いや結構外残った。2001号艇の竜が押し切りました。いやまだわからん、まだわからん。2号艇先回そう。いやちょっときついか。13か。マジか。いやまだわからん。先回れ。あー角度が悪い。いけるいけるいける。あー海が海。右手が握って2番手リードを。ラストコーナーから直線コース第10レース予選、まもなくゴールを迎えます。先頭1番ウリュウゴールイン、2着3番ミレ、3着は2番佐藤ゴールイン。負け終わり。お二人ともマイナス。マイナスに入ったかもっすね。ちょっともう上は閉まっちゃうんで、帰ってからサイコロのね、開封作業忘れてたでしょ。サイコロで最後雌雄を決しようと思いますんで。いやー、じゃあこれ今日の俺頼むぞ。いや本当に。じゃあ最後サイコロまでジャンプ。これ古いよ。はい、ということで帰ってきました。今日はなんかもう殴り合いって感じでしたね。いや本当に、まあ、やっぱね、あの1年一緒にやってきとるけん、どうしても煮るとこ煮るっすよね。煮ますね。多分カメラマンさんがプラマイかちょいマイナスぐらい、ちょっとまだあの今終始パッと出すではないんですけど、ちょいマイナスぐらい、こんな感じで、懲罰がこんな感じで、僕の方が多分5000円か1万円かぐらい差つけられて負けてるっていう感じだと思うんで、だから一番何が来てほしいかですよね。そうなんですよ。346が一番強いですよ。2万5000円と2万円なんで、うわこれ来てたらもう余裕で、もうこっちで引いてる人の勝ちっすね。で僕はカメラマンさんが、まあ、満州以上のとこ引かずに僕が2万周だけ当てるっていうので、うん、多分勝ちになるかなっていう感じですね。飲み代がねかかっとるんで、一応ねここに全12レース分あるんですけど、うん、12レース分ね、これ代表して1個めくりますか。はい、いただきます。こい !346 開け。うわー345456。いやない気がする。ないじゃんそれ。345ってある？346やったら、え？ないじゃん、2人とも。ないんかよ。ないんかい。マジかよ。じゃあ、今回の勝負はカメラマンさんの勝ちで。いや、マジか。俺は絶対あると思ってた。今日めっちゃ出目ばらけましたもんね。これ6じゃない？いや、俺もこれ5が3だと思うんだけどな。もう。紙一重だな。いやこれめちゃくちゃ面白いかも。マジか。これ仕組んでないですか。仕組んちゃんと動画するときに撮ってますからね。サイコロ確かに。あれをもう一回見ましょう。マジか。ちゃんとちょっとここ6とかに変えて買ってくれよ。ということでね、約束通り飲み代はおごらせていただくんで、これでも面白い。ちょっと今後もね、このスポーツとしても面白いし、あのこういうまあある意味ギャンブル性がねあるところも、まあ特に平和島とか戸田だったら楽しめると思うんで、そういう楽しみ方も今後やっていこうかなと思うので、うん、まあちょっとこういうね、あのバラエティな企画も楽しみにしていてください。ということで、この動画ではボートレースにまつわる様々な情報ですとか、ボートレース攻略の情報をどんどん出していっているので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録と、高評価とよろしくお願いします。懲罰モンキーの公式 LINE の方でも、毎日ボートくじというものを無料で引けるようになってますので、今回ね1万8000円を的中させた、懲罰モンキーの激アツボートくじも、無料で引けますので、友達登録まだの方は友達登録して、ボートくじ引いてみてください。ということで、どうでした？まあでもやっぱり見応えありましたね、うん、このレース。平和島めっちゃ面白かった、はい、ぜひ皆さんもかけてほしいですね、うん、面白いですけど、はい、最後に期待してた分なんかもう一回負けた気分になりますね。絶対に当たってる自信があった、せめてどっちかは、うん、
ちょっとね、次はサイコロを何回も振ったりするのもありかもしれないですね。確かに、1レースずつ振るとかもありですね、うん、ということで、はい、今日の動画いかがだったでしょうか。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。戸田攻略月間第2回目天寺のプロブラックモンキーに来てもらいました。よし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 、いいんじゃない、これ完璧なんじゃない。よし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 、ダブル的中でやりました。行った行ったよ。おる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 でしょ。よし決まったろこれ。はい勝利。